皆さんこんばんは、原田オール原田周平です。今日はハンドファーストに少しインパクトしたい、ね、ボールを捉えるときに少しこう手首の角度をつけたところですね、捉えたいという、方すごくいると思うんですね。ここでここの角度ですね、これどうやって角度をねつけたい、どうしてもほどけてしまうと、こういう人は何を直せばねいいのかっていう、これが分かればフェースが立って入ってくるのでアイアンの飛距離が絶対伸びます。少し弾道が低くなるので球が高くてですね風に弱いっていうふうに悩んでる人はもうめちゃめちゃこれ今日聞いていただくと技術が上がってくるので、ぜひね聞いてみてください。一つ勘違いしてるところがあるんです。それは何かできない人はここです。インパクトでイメージしちゃう人、これ絶対にうまくいかない。インパクトの時はもうフィニッシュなんですよ、脳はね。つまりインパクトって思う時はもうフィニッシュなんですよ、ね、この時に意識しているようではもう遅い。もうハンドファーストを作るのはどこか、トップの位置なんですよ。もうトップでも形が出来上がってないともう遅い。つまりトップのところでもハンドファーストのポジション形作ってるよ、そのままこの形になるわけですよ。この時に例えばもうめちゃくちゃな形になってたら一回この形作ってから、そんな時間はありません。皆さんあります？そんな主張する実際ラウンドしててここまで何どうでもいい、あここだっちってできないから、ある程度早い段階で作るハンドファーストの感覚が分かります。ぜひね聞いてみてください。これどういう形かっていうと、ハンドファーストの大体形っていうのは、捉える時のねこの右手のこの感じとか左手の感じ、まずちょっと作っています。ちょっとこう手元がこのぐらい前ね、こんな感じってことは右手がちょっと折れた形、こんな感じですね。でこの形がトップでできていなきゃいけないってことですね、はい、ということはどういうイメージかっていうと、手がねこっちにねじれてる感覚なんですよ、はいね、こういう形になっちゃダメ、こういうトップ、このトップでこういう形じゃなくて少し親指側がこっちにねじれてる状態、これがハンドファーストになりやすいトップになります。こういう形で、ね、ちょっとやってみます。ここからこう、こういう形、手首が折れてる形ですね、はい、皆さんねこうハンドファーストにならない人ってこういう風に上げちゃうの、はい、手首をこう回しちゃうんですよね。回すんじゃなくてここの場所でこういう風にただクラブが、動くだけなんですね。でこういう動作じゃなくてこういう動作を入れちゃう人ハンドファーストになりづらいから、こういう手首の動きね。そうするとこの時点でもう手首が折れてるわけ、ということはこのままいけばいいわけでしょ。でこれがこういうふうに回っちゃうと手首ほら折れてないでしょ。だからこうフェースを回転するように上げちゃうとハンドファーストにならないんですよ。自分の手首こうやってスルスル触ってみてください。トップ作ってこうなってたらダメ。それがこういうふうになってたら、あここに角度をつく、こういうちょっと手首が逆側にねじれた状態で折れるとなりやます、なりやすいね、なりやすいということですね、はい、こっち側だと厳しいということ、開いちゃってると開かない状態っていうことで右手を考えてみる、これだけで変わります。でこれね注意点一つだけあるから、何かこれ分かってないとダメ、何かっていうとストロングリップの人はやらなくていいってこと、どういうことかっていうともうこうなっちゃってるから、こういう人ってどうなるかっていうとバックスイングするとほら自然に手首って必ずねじれるからこっち側に、そうすると自然にハンドファーストになるの。だから割とねこういう風なグリップの人はハンドファーストになるから、なんでかって左手もそうですけど左手もこういう風に前に出るんで何にもしなくてもハンドファーストになりますから、そういう人はあんまりハンドファーストを意識するよりはほどく方を意識してほしい、ね、今ハンドファーストを意識しなきゃいけないのはこれ注意点は右手のグリップがだいたい
V の字が肩、右肩を指すぐらいまでの人、それより外側を向くぐらい 下から握ってる人、こうやってねいう人はハンドファーストを意識しなくていいです。勝手になるから、勝手にこういうふうに握ってますからね。そういう人は自然に打っていけば多分こんなぐらい角度がつきますから。で、僕どっちかっていうと右手のグリップがちょっとこっち側向き、顎の下までいかないけど、この顎よりこの辺り刺すぐらいの V の字なので、ここら辺ですね。なので僕は少しここでこういうふうに使わなきゃいけないから、トップのところで少しこっち側にねじるような形を作ります。そうするとナチュラルにハンドファーストの形が作りやすく、なのでこういうふうな形で打つと少し上から入る感じになります。一つポイントを言い忘れたところをねお話しすると、トップというよりはダウンというのがトップだからね、ここだと難しいんですけれども、トップっていう形作るじゃなくて、降りる時の形っていうふうにイメージしていただくと調子は、良くなると思う。これね、意識してここを意識する人って結構いいんだけど、トップとインパクトじゃなくてダウンとインパクトっていうふうに考えていくと、ちょっと降りたところの時の手首の動きっていう風に考えてください。これ細かいなって思うけど、めちゃめちゃ重要だからね。これ分からないと、ちょっと今僕先にトップって言いましたけど、ダウンのポジション、ここからダウンの時と一瞬ちょっと降りるところ、この時の位置とインパクトが合うようにするとカチッて当たる。これがこのインパクトとトップってやるとね、もう手首固まっちゃうんでね、少し切り返しのところからイメージすると、これもね忘れないでおいてください。質問ですけども、はい、左手はどうでしょう。あ、右手の話分かれたもんね、はい、左手もさっき、まあ、ちょっとだけ話したんですけど、ハンドファーストの形、左手っていうのも少し親指のポジションとかがストロンググリップじゃない人の場合は、左手の甲がこういうふうに少し昇屈する形になりますから、トップの位置もこういうタイプですね、ストロンググリップではない人は少しだけ折れないように気をつけてください。ここね、まあ、トップのイメージからイメージすると、インパクトのイメージを作るとこういうふうになる。ただこれも先ほど言ったようにストロングリップの人はもうこう、もうハンドファーストだからちょっと折れても大丈夫ね、ちょっと手首が折れるぐらい。ストロングリップで昇屈できてうまくいく人はダスティン・ジョンソンとかしかいないから、あんまりいない。少し折れた形の方が、インパクトが安定しますから、ここは人によってグリップによって違うわけ。僕はこのぐらいのグリップなので、僕はどっちかっていうとあんまりちょっと微妙に折れるか折れないかぐらい、ここら辺はねさじ加減は自分でインパクトの形を作ってからトップ、インパクトを作ってからトップで何回も同じ形を作っていくと、ハンドファーストからトップ、ハンドファーストトップ、それからボールを打つっていうのを何回も繰り返していくといい形っていうのは作れるので、そんな感じで練習していただくと面白いかと思います。はい、こういう動画に限らず、たまにあるコメントでプロゴルファーの〇〇さんはこれでいけてるじゃないかみたいな、こういうパターンでもダメじゃないんじゃないかとかっていう、コメントってちょこちょこあると思うんですけど、プロゴルファーの方の形をやっぱり参考にしてもなかなか一般の方はうまくいかないっていう感じでしょうかね。なんか全体像を見るのもいいんだけど、なかなかね唯一っていうか一人一人違うんで、何かがダメで何かで補って、何かで形作って何かで補ってるというのを繰り返しの人なので、なんか部分だけ真似するのってなかなか難しいから、自分の動きを自分で追求していく感覚を覚えなきゃダメですね。はい、このチャンネルでは、大部分の方ができそうな、そうだね、できそうです、ね、できそうだし、多分かなり寄ってくるとは思うけど、そういう動画がいっぱいありますから、
はい、見てみてくれれば。わかりました、はい、ちょっとそんな感じで、ちょっと最後仕上げにハンドファーストのイメージちょっとやってみます。構えて、手首の右手の位置、こうね、こうならないように、開かないように、少しこっち側にねじってあげることでハンドファーストになりやすくなりますから、左手も少し甲が盛り上がるイメージ。ここら辺をトップで作れる方ですよ。トップで作ってあげて、あとはそのまま。そうするとしっかりとハンドファーストのインパクトが作れます。からたまにインパクトの形からトップこうやって作ってあげて、それはい、ということで、今日は、ハンドファーストを作るためにトップの位置って意識するっていうところね、ここを意識し、解説したんですけれども、インパクトのところをインパクトで考えてももう遅いから、まあ、トップからダウンにかけてね、ここの時にもう作り込んでいくっていう、この感覚を理解するとハンドファーストっていうのがうまくいきますから、ぜひね、そこら辺やっていただくと面白いと思います。ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開するチャンネルですので、ぜひともチャンネル登録とコメントと高評価をお願いします。あとコメントをね、たくさんいただけると、僕の YouTube の毎日更新のモチベーションになります。ぜひともよろしくお願いします。ということで、今日も動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。